まずですね、契約を取るためには、実はね、たったの2つだけです。たった2つのものを意識すれば、物や商品、サービスは売れるようになってます。で、それが何か。皆様、どうもこんにちは。こんばんはの方は、こんばんは。株式会社即決営業2畳の2位です。本日はですね、もうめちゃくちゃ大事なお話させていただきますね。それはですね、営業マトリックス理論についてですね。まあ、大事も大事でしてね。私も営業をやる上ですごい大事にしております。まずね、これ簡単に言いますとね、営業で本当商品とか商材も関係ないです。何でも売れる営業の型みたいな感じなんですよ。ちょっと私事で恐縮なんですけども、私18歳から完全歩合のみです。フルコミッションのみで営業を始めて、もう実はもう20年やってるんですね。いわゆる一度もですよ。一度も固定給ってことを、もらったことがないんですよ。いわゆる自分の稼ぐ力一本だけで、人生20年ずっと稼ぎ続けてるんですね。今もですね、実はね、もうフルコミのみで営業をやってるんですよね。だから今でもバリバリ営業をやっております。正直ね、売れて、マネージャーにもなって、で、組織も持って、出る人間ですけども、営業はじゃあ出ませんとかじゃなくて、なんだったらね、最前線に出てやってるぐらいなんですよ。そんな中でですね、まあ自分でちょっとだけ自慢できることあるんですけどね。それはね、売れてきた以上に、いろんなものを売ってきたっていう、ここは私の実は自慢であり誇りなんですよ。実はざっくり調べたらなんですけど、大体ね、400種類ぐらいのサービス、まあ商品、商材、それぐらいを扱ってきてるわけなんですよ。もうほんとね、もう、ジャンル関係ない。いろんなものです。ね、ちょっと3000円ぐらいの包丁からですね、化粧水から健康系とサプリメントもそうですし、当時流行ったのは光回線の切り替えとかもめちゃくちゃやりました。あとは、まあ教材とかですね、法人やったら OA 機器とかですね。あとはなんかセキュリティ商材とかも売りましたしね。わけわからんシリーズでいきますとね、なんかね、北海道の未開拓の土地とかね、オフィスのね、賃貸料の値下げ交渉して、その値下げした分の歩合をもらうっていう、こういう営業もしたんですよ。で、売り方も様々です。まあ、訪販ですね。訪販ピンポンピンポンか、もしくは直接オフィスにお伺いする訪販が一番多かったんですけど、他にはテレアポもたくさんしまして、まあ、あとはキャッチセールスもしましたし、反響セールスもしてます。もう、いろいろです。今でもですね、もう正直何か売ってきてって言われたら、絶対売る自信あるんですよ。一日なんかな、まあ、商品知識の勉強とですね、他社の勉強して相場の勉強、一般的なその商材に関する勉強ですね。だけして、あとはもうトーク作りの時間くれたらですね、もう次の日からですね、売る自信あります。なぜそんなん売れるのっていうことなんですけど、それがね、今日の話なんですよ。このね、営業マトリックス理論だよとなんですよね。これをね、おそらく日本で初めてぐらい一番早くね、こういう形を学んでですね、今でももう忠実に素直に実践してるからですよね。だから何でも売る自信もありますし、何でも売ってきましたし、これ間違いなく皆さんも一緒の話なんですよ。それぐらい大事な話ですね。そういう意味で今からね、お話しするこの営業マトリックス理論がちゃんと分かって、自分の商品、商材当てはめたら絶対売れます。で、逆にね、もし私今売れてるんですよっていう人やったら営業マトリックス理論がちゃんとハマってできてる証拠ですね。逆に今なかなかなんか思うような結果が出てないなっていう方がいらっしゃるんであれば、営業マトリックスが分かってないからっていうこんな感じでしょうね。ですからもう本当にこの営業マトリックス理論が分かってちゃんと自分の商品商材に当てはめてもらうと、いわゆる稼ぐ力ですよ。これが身につくのはまあ間違いありませんから、ぜひです。もうぜひものにしてください。で、まあいわゆる何でも売れるね、技術のいわゆる最高峰ですね。この営業マトリックス理論しっかりものにしてくださいね。即決営業で、まずはですね、営業っていうのはね、はっきり言います。逆算なんですよ。この逆算、これを絶対に分かっておいてください。何からの逆算なのか。これはもちろん、契約です。契約ですね。これは私の持論ですよ。私の持論ですけど、営業のやることなんで、僕、契約を取ることだと思ってるんですよ。要するになんか、お客さんと仲良くなることとかですね、お客さんのお役に立つ、愛されるとかね、そんなんではないっていうのが私の持論です。まずは、契約を取るです。契約を取るから、いわゆる、ね、自分の評価って上がっていくわけなんですよね。で、契約を取るからお客さんの役にも立つし、お客さんから信頼もされるし、お客さんにありがとうって言ってもらえると思ってて、要するにね、契約を取るからお客さんの役に立つ。だから私はもう先に契約を取るっていうこういう考えなんですよね。ね、なんかお客さんと仲良くなるのが目的なんでしょう。別に友達が欲しいんだったら、それはもう別にプライベートで作ればいいと思ってるんですよ。でも営業ってのはやっぱプライベートじゃない、やっぱビジネスですから、そういった意味で契約が仕事だと思ってるっていうのはそういうことなんですよね。で、じゃあこの契約です。ここからの逆算なんですよ、ということなんですよ。人はですね、もう必ず心理学的にですよ。なんか聞いちゃって、で、なんか欲しくなっちゃって、最終的になんか買っちゃうっていうこういう流れがちゃんとあるわけなんですよ。いわゆる購買意欲という流れ。ですね。で、その購買意欲がある最後のなんか買っちゃったですよね。ここから逆算してアプローチを始めていけばいいわけなんですよ。そうするとね、何でも売れるんですよってことなんですよね。で、その流れを分かりやすく逆算して作られたものが
営業マトリックスなんですよ。では行きますね。今日はですね、ちょっとね、この図を書きながらご説明させていただきますね。この図を見てください。これ営業マトリックス理論の基本になるんですけど、まずですね、契約を取るためには、実はね、たったの2つだけです。たった2つのものを意識すれば、物や商品、サービスは売れるようになってます。で、それが何か、信用性と必要性。この2つなわけなんですね。信用性です。そして、必要性です。この2つだけなんですよ。で、本当この二つだけ考えておいてください。営業ってね、本当実はシンプルなものなんですよ。難しくはないんですよ。難しくはないですけど、甘くもないのも事実ですよ。ただもう絶対難しくない。シンプルなものなんですよ。で、私もですね、まあ仕事柄営業の勉強ってもうたくさんしますもん。ね、それこそ年間100冊近くの営業本とかやっぱり読みますからね。そういうね、いろんな営業講師の方のを読ませていただくんですよ、私も。最近のね、本当営業の講師の方のそういう本も読ませてもらって、なんか、やっぱすごい思うことが一つあってね、それがね、なんか最近の営業はね、難しすぎます。正直大学行ってない高卒の私にはもうさっぱりなケースもたくさんあるわけなんですよ。またね、横文字も増えましたね。いちいちまず辞書から読まなあかんぐらいね、もうわけわからんなんか文章がいっぱいあるわけなんですよ。おそらくです。まあいろんな本が出てますからね、やっぱ差別化していかんとダメなわけなんで、だからこそなんかこう差別化してたらなんか複雑化していきますよね。これは別に本を売るのが仕事ですから、まあそれはそうなっていくのは私も当たり前やなと思ってます。それは難しくなっていくわなって感じなんですよ。なんかもう名前がいろいろです。もうなんか新営業やらね、営業 2.0 とかね、新時代の営業とかね、なんか次世代型営業とかニューセールスとかね、なんか全部営業なんですけど言い方いっぱいありますよね。なんか書籍買いに行ったらなんかそういうかっこいいね言葉とともにいっぱい書籍並んでるなって感じなんですよ。これはもうごめんなさい、もうこれは私の持論ですからね、別に悪口言うわけじゃないですからね、決してね、私の持論です。もうわけわからんなと常に思ってるんですよ。でね、営業はそうやってなんか営業の世界は複雑になってってますけど、人が物を買う心理学や脳科学は逆です。シンプルになっていってるんですよ、実は。まあなんだったらシンプルに判明してきてます。ですから営業って最初このね、信用性と必要性。これがまあ要するにゼロですよ。お客さんが始めましてはゼロからスタートしていくわけなんですよね。このゼロの信用性と必要性を上げていく作業っていう、もうそれでしかないってことなんですよね。もちろんね、この信用性と必要性は別に数値化できないものです。数値化できないものですけど、まあわかりやすくどうでしょう。じゃあ、例えばこのラインにしましょうか。この辺のラインにして。この辺のラインを、例えば、まあ、100ぐらいとしましょう。100ぐらいね。で、このね、赤いライン、この100のラインを超えたら、人は物を買います。どこでも買います。例えばですけど、じゃあ、ここね、信用性はあるけど、必要性はないっていう、この辺のゾーンの状況の時ですよね。ここでも人は物を買います。要するに、もう物は売れるようになってるんですよ。必要性はなくても売れるってことなんですね。これは、例えばですけど、まあ皆さんもね、絶対に経験とかされてると思うんですけど、当時の高校の時のめちゃくちゃお世話になった先輩とか、仕事でめっちゃお世話になった上司の方とかですよね。もしくは親戚とかいとことか誰だっていいですよ。そういう方々から、こういうものを俺営業始めて扱い出したから、ちょっとよかったら買ってくれへんかみたいな、こんな感じですよ。ね、もしくは俺こういうビジネス始めたから、ちょっと一回話聞いてくれやみたいな、こんな感じですよね。めっちゃ儲かる話あるからさ、とか、まあこんな話でね。私もそういう経験たくさんあります。そういう話ね、心の中ではね、全然いらんなと思ってるんですよ。でもわかります?この人に勧められたら、もう買わなあかんっていう状況あるじゃないですか。皆さんもね、全然いらんけどね、じゃあ1万円やったら3万円やったらって買った経験たくさんあるでしょうね。それがこれですよ。必要性はなくても、もう信用性だけで買ってる一番のケースです。逆もしかりです。信用性は全くなくても、必要性さえあれば、逆に人は物を買います。例えばそうですね、なんかテレビが壊れた時、じゃあ、テレビ買いに行こうってなった時ですよね。私は、絶対にヨドバシカメラ以外は買わないのみたいな、こんな人いないですよね。私はね、関西出身で阪神ファンやから上信以外は買わないのとかですよね。そんなやついないですね。テレビやったら別にどこだっていいんですよ。エディオンで買おうがヨドバシカメラで買おうがビッグカメラで買おうがどこだっていいわけなんですよ。要するにもう近くの家電量販店でいいんですよ。そこに信用性なんかないです。ないやったらもう別に店舗行くのもネットだけでも買える時代ですからね。ですからわかります?そんな信用がなくてもこうです。必要性だけでも人は物を買うっていうことなんですよ。ですからもうね、この数値化できないんですけど、例えば100としてこのラインを超えれば人は物を買うんですよってことなんですよね。ただね、営業で大事なところなんですよ。営業で扱うような高価なものですよね。高額商材です。数十万から時には数百万、またね、不動産とか数千万になるでしょうね。こうなったら信用性だけ、必要性だけでは無理なんですよ。ね、例えばさっきね、お話したこのお世話になった先輩から、こういう商売始めてん、
100万やねんって言われた時ですよ。これ1、2万ぐらいやったら、ああ、じゃあね、お世話になったんで買いますですけど、100万やねんってなったら、さすがに買えないでしょうね。さすがにこの必要性までなかったらやっぱ買えないんですよ。もう逆にその先輩とは連絡取らんようにするっていう、こんな感じになるわけですよね。ですから分かりましたかね。皆さんが扱う、私も扱うような営業商材になると、信用性と必要性の2つです。要するにね、この2つが高い、この状態に持っていくことなんですよ。で、ここが高額商材が売れるわけなんですよね。高額商材はここで売れるんですよということなんですよ。これご理解いただけますよね。ですから最初初めましての時は信用も必要もゼロのところが始まって、これを商談を通してここのゾーンまで誘導していくだけです。それにはこの信用性と必要性の2つを見てあげていくっていう、もうこれぐらいシンプルな作業ですってことなんですよ。じゃあここに誘導していく時にどうしたらいいかなんですよ。これちゃんとありがたいことに科学が発達しておりましてね、誰でもできるようになってるんですよ。それがですね、5ステップなんですね。この5ステップを使うと、ちゃんとここにいたね、お客さんがここまで来て最後買いますってなるよってことなんですよね。ですからこの5ステップもしっかり覚えててくださいね。それではステップ1からいきますね。それがですね、こちらです。アプローチですね。こちら、アプローチです。はじめましてからのですね、まあ自己紹介であったり、営業さんによってはまあ会社説明をしたりとかですよね。で、まあいきなり商品説明に入る営業さんも少ないですから、そこでまあちょっと雑談もしたりですよね。まあ天気の話する人もいればね、最近どう元気ですかみたいなそういう話をする人もいれば、いろいろですけどね、こういう雑談も含めた部分、それをアプローチと呼ぶんですよね。で、アプローチ、まあいろんな人がいろんなことやってるかもしれませんけども、いろんなことやったとしてもね、アプローチの目的は一つだけです。何か。契約からの逆算なんですよ。契約から逆算したとき、アプローチでやることなんか一個だけです。その一個さえ終われば次に行きましょうねっていうのが答えなんですけど、その一個が何か。それがですね、心の扉を開くことなんですね。心の扉を開くこと。これだけです。久々にホワイトボード使ってますんで、字が汚いのはご容赦くださいね。で、話戻ります。この心の扉開く、もうこの一個だけなんですよね。要するに心の扉が開いたんだったら次に行きましょうと。逆に自己紹介しようが会社説明しようが雑談をいっぱいしてようがです。心の扉が開いてない、閉じたままだったら次行っちゃダメだよっていう、こういうことなんですよね。まず人にはですね、してください。心には扉があるんですよ、心理学的に。で、これはね、一人一個じゃないです。一人一人に対して必ず一個一個あるっていう、こんな感じなんですよ。どういうことかというと、例えばこの人に言われたら、あ、その通りですって言ってすっごいすんなり受け入れるケースもあれば、同じことにもかかわらず、こっちの人に言われたら、え、なんであなたにそんなこと言われないとダメなんですか？って反発してしまうことありますよね。理由は簡単です。こっちの人には扉開いてるんですけど、こっちの人には閉じてるんで、入る入らないが全然違うことなんですよ。これが心の扉という原因なんですよね。この心の扉をまずアプローチでしっかり開けることです。理由は簡単でね、心の扉を開いてるからなんですよ。営業の後の話をちゃんと聞いてくれるわけなんですよね。心の扉開いてなかったらずっと聞いてません。聞いててもね、疑いながら聞かれてるわけなんですよ。で、まずね、本音も喋ってくれないですね。そういった意味から最初はね、アプローチなんですよ。アプローチでやることはもう心の扉を開く。もうこれだけに執着したら OK なんですよ。これだけやったらいいから、そういう意味でね、シンプルなんですよ。本当に営業っていうのはね。ちなみにですね、今日は営業マトリックスのお話をさせてもらいたいので、この営業マトリックスの型、これをしっかりまず理解してください。まずそれを全部喋らせてください。最後に、じゃあ先ほど言ったこの心の扉を開きましょう。これを具体的にどう開いたらいいかっていうのは最後にお話しさせてもらいますので、まずは理解してくださいね。この営業マトリックスの型です。ここをしっかり理解してくださいね。話戻ります。この心の扉を開くことによってですよね、アプローチで、要するにこのゼロの信用性です。ここがまずグッと上がりますよっていう、こういうことになってるわけなんですよね。要するにここまでグッと上がって、あ、こいつの話は聞いていいなと、あ、こいつのにはいろいろなんか喋っても OK やなっていうのをちゃんと開いていく。この信用性を上げるのがまず一つ目の作業ということですね。そしてこの信用性が上がると、次、二つ目のステップですね。それがですね、ヒアリングです。二つ目がヒアリングですよってことなんですよ。どんどんヒアリングしてお客さんのこといろいろ聞いていきましょうねってことなんですよね。まあ正直ね、いろんな営業さんがいていろんな商品、商材扱ってるはずですから、このヒアリングっていろんなことをお客さんに聞くと思うんですよ。結局ですよ、何度も言います。逆算なんですよ。契約からの逆算です。そういうふうに、契約から逆算した時にヒアリングで聞いとく内容、これも一個だけです。これを聞くから契約になるっていう答えがあるわけですね。それがたった一つ。問題です。この問題を聞き出しておくことがヒアリングですよってことですよね。これだけです。これが契約率を上げていきます。要するにその人が抱えているまあ悩みであったり、ね、不満であったり、不安であったりとかですよね。あとはどうでしょう。他社でやってるけども、そこに至らない不平点、不満点とかですよね。法人もですよね、企業が抱えてる課題であったり、今後、起きるであろう問題ですよね。こういったものを
全部含めて問題と呼んでますけど、この問題を聞き出すのがヒアリングです。なんかね、以前、受講生の方からですね、N先生、それはですね、問題というか、うちではネガティブって呼んでますけどって言われて、それでいいんですかって言われました。いいです。はい。他にも、いやー、N先生、弊社ではね、イシューって呼んでますって言われたこともありましてね。イシューでいいです。なんか、横文字が好きだったら横文字で行こうっていう、こんな感じですね。もう、そんなニュアンスの違いはとは言いません。私は問題って呼んでますんで、問題で行きますね。ただね、今ちょっとなんか、イシューとか横文字の話したんで、ここだけちょっと注釈しときたいんですけど、今の現代やっぱ横文字好きな方たくさんいらっしゃいますから、これね、悪いことじゃ全然ないです。ただね、これ、横文字とかは、聞き慣れないことはね、社内用語だけでしといてください。これがね、例えば B2C の営業とかで、お客さんにそういう、いわゆる横文字とか使うとあんまり効果的ではないですよね。理由がね、お客さんって心理的に聞き慣れない言葉を聞いただけで実はそれストレスなんですよ。っていうのは、それを知らないとまず恥ずかしいですし、もし知らんくても聞くのがなんか申し訳ないっていう気になるんですよ。ですからね、現場とか商談になって実はお客さんに横文字を使うというのはあんまり効果的ではないとだけ覚えておいてください。横文字はね、社内用語だけとしては使うようにしましょうねってことですね。で、話戻しますね。この問題をしっかり聞き出すことですよね。その問題を聞き出すことで、その問題に対する解決策として商品やサービスが提案できるわけなんですよ。ですから我々営業ってのはどこまで行ってもこの問題解決業が営業なんですよね。これが例えば問題を聞き出してないにもかかわらず次のプレゼンテーション、商品の説明とかしてしまったら、これをね、押し売りって言うんですよ。もうね、押し売りだけはもうする方もされる方も辛いですからね。ですからしっかり問題を聞き出すことっていうのを分かっておいてください。で、このヒアリングでも大事なことあるんですよ。問題の大事なポイントは実はね、問題は与えちゃダメなんですよ。引き出すが正解です。ここって本当に間違ってる営業さん非常に多くてですね、こう与えちゃう営業さんってすごい多いんですよ。もうね、与えまくるんですよね。要するに、こういう企業さんがあってね、こんなことで悩まれてて、で、御社ももしかしたらこういうことがあったらこういう風になってしまって、これってかなり危ないんですよ。とか、こういう方がいて、こういう事例があったんですよ。丸村さんってそんな事例とか、ないですかとか、こんな感じですよね。最近ニュースでね、こういうセキュリティに関する問題あって、御社だったらそういうものでどうしてますみたいな、こんな感じでね。与える営業さん多いですね。これ絶対ダメです。お客さんの口から、実はこういうことで悩んでて、実はこういう悩みがあって、いや、こういうこと実はどうしたらいいんやろって思っててんっていうのを、お客さんの口で喋らせることが重要なんですよ。で、これね、与えたら、せっかく先開いた扉をまた閉じていっちゃうんですよ、実は。相手言う必要もないかもしれないですけど、人はね、問題を与えてくる人を嫌いになっていくんですよ。例えば私がそのまさに出てる学生時代とかにね、あんた勉強せんかったら、いい大学行かれへんよって、こう問題を与えてくる人ですよね。私は典型的に、じゃあ行きませんってなったタイプです。これ、おじさん、本当に人はね、そういう問題ってね、結局正論になるんですけど、その正論を与えれば与えられるほど嫌がるんですよってことをしっかり覚えてください。ですから、与えちゃダメ。引き出しましょうねってことなんですよね。で、ちゃんとですね、この引き出すトークも、心理学が進みましてね、ちゃんと心理学に引き出すトークがある時代なんですよ。もうほんと便利な時代ですよね。そういうトークとかはね、楽しみに、最後にね、楽しみにしててくださいね。で、話もよくて、そのお客さん自身でその問題を喋ってもらうと。これによって、この必要性です。この必要性がぐーっと上がるんですよということですね。必要性がぐっと上がる。これがヒアリングですよということですね。で、ここまでいったら次ステップ3になるわけですね。それがプレゼンテーションですね。3番目が。プレゼンテーションをしていきましょうという、こういうことになっていくわけなんですよ。ですからね、プレゼンテーションというのはこの信用性と必要性がある程度高くなった状況でやり始めましょう。で、プレゼンで大事なことは、実は先ほどもちらっともお話しさせてもらったんですけど、プレゼンはですね、その商品のメリットとか、ね、なんでしょう、その特徴とか、そういうのを話すものではありません。プレゼンは先ほど引き出したこの問題です。これに対する解決策の提案なんですよね。解決策の提案になってないとダメですよっていう、こういうことなんですよ。これがプレゼンテーションだよってことですよね。ですから逆算ってことが分かってきましたかね。何度も言いますけど、営業は科学的に契約からの逆算って何度も言ってますけど、逆算なんですよ。要するにこの解決策の提案にならんとお尻になっちゃうから、問題を聞き出しておかないといけないし、問題を喋ってもらうには心の扉開いてないとダメですよって形で逆算されてるっていうのがよく分かってきたと思いますね。本当に営業ってのはしつこく言いますけども、逆算で科学的に証明されてるんですよ。熱意とか、なんか人間力とか愛情とか、そんなんはね、一切関係ないんですよ、実は。ですからもう本当にシンプルに人が物を買う流れをしっかり学んでくださいってことなんですよね。で、このプレゼンテーションがしっかり解決策になってるからこそなんですよ、実は。このね、信用性と必要性です。これが一気に二つともぐっと上がるようになってるわけなんですよ。要するに、ちゃんと自分の必要なものを話してくれてるし、こいつは信用できるな、いい話するなってことで、この二つが一気に上がるのがプレゼンテーションだってことですね。で、このゾーンを超えたらです、ステップ4ですね。ここが
クロージングをしましょうねという形になりますね。料金説明を含めたクロージングになるよということです。クロージングはもう私ね、この動画を伝えて何度もお伝えしてますけども、たった一つです。はい、訴求です。しっかり訴求をしましょうねというのがクロージングの大事なポイントですね。しっかり言い切ってください。ぜひこれでご契約ください。ぜひこれでスタートしてください。ぜひ私にお任せください。これで工事任せてくださいとかですよね。訴求をしてお客さんこうしてくださいって言うから、お客さんはあ、わかりましたって言って、その訴求に対して要求に対して動こうとしてくれるわけなんですよ。絶対ダメなことです。お伺いです。どうしますとか、これでやりませんかとかですよね。私に任せてもらえないでしょうかとか、こんなんですよね。理由は簡単です。人は脳科学的にですね、人は考えること自体が嫌なんですよ。考えること自体がストレスやしんどいんですよ。で、しかも高額なものですよ。これを買うかどうかなんて考えるだけでも実は脳はね、ストレスを感じるんですよ。ですから、そもそもどうしますかってお伺いされた時点でもう脳はしんどいから考えたくないんですよ、それに対して。ですから、お伺いしたら契約率は絶対下がります。考えますって言われるようになってるんですよね。まあ、その場の結論を逃げようとしてしまうっていうのがお伺いなんですよ。ですから、お伺いだけは絶対ダメです。お伺いするのが我々営業マンの仕事ではありません。契約に誘導するのが我々営業の仕事ですからね。ですから、しっかり誘導してあげましょう。ぜひこうしてくださいって形で、はいだけ言わすための訴求をしてくださいねってことですね。そういった意味で、クロージングは何があっても最後は訴求です。必ず何々してください。はい、だけを言わせる一言でしっかりやってくださいねということですね。でですね、もうこのゾーンに入ってたらです。これで、あ、わかりました。じゃあ買いますって言ってすぐ契約になりますね。で、ここで決まればいいですよ。ただね、残念ながら決まらないケースがあるわけなんですよ。それですね、二つあります。一つ目は、それがこの信用性と必要性。これが上がりきらなかったケース。これが一つ目ですね。アプローチでね、信用性も上がった。そして、ヒアリングで必要性も上がった。で、プレゼンで必要性、信用性、どちらも上がったけど、このゾーンに達してない時がもちろんあるわけなんですよ。要するに、このラインを超えてない場合ですよね。ここでぜひご決断ください。買ってくださいって言ってもやっぱり決まりません。ですから、考えますっていうのが、これが一つ目のパターンですね。そして、二つ目です。ね、どちらも上がった。で、プレゼンもした。一旦このこうね、ゾーンに入ってるケースは多々あります。ただですね、料金説明ですね。料金説明をしたら、この必要性と必要性がぐっと下がってしまう、このね、押し戻されるケースもたくさんあるわけなんですよ。これがやっぱり料金説明の瞬間なんですよね。いいな、いいな、プレゼンまで聞いていいなってなったけど、料金聞いたら、やっぱりそれぐらいするよねってなるわけなんですよ、お客さんはね。ですから、その時にこう、ぐっと押し戻されて、またこの辺のところまで押し戻されてしまうっていう、こういうケースがあるわけなんですよ。で、この時も考えますっていうわけなんですよね。で、まあ、正直ね、じゃあここまで行ったのを返さない技術ってあるんですよ。そういう料金説明の技術もあるんですけど、ちょっとそれは今回はもう省きます。はい、次行かせてくださいね。またいつかお話します。まずはちょっと営業マトリックス、これを完成させますね。この2つのパターンによって、信用性か必要性か、どちらかはわからないですけど、このラインを超えてない、達してないケースです。お客さんはなんというか、考えますって絶対言うようになってるんですよ。いろいろ言うでしょうね。相談したいもあれば、他も見てからもあればね、状況整ってから、今すぐじゃないから、娘がね、来年結婚式やるから、それが終わってから状況整ってからとか、いろんな理由を言うでしょうね。これらの言葉に、惑わされないでください。結局はいろんなこと言ってますけど、冷静に見た時、信用性と必要性のこの二つが足らないだけです。ですから、じゃあここで、あ、わかりました。考えておいてくださいって、帰っちゃダメね。ステップ5です。切り返しをしましょうねっていうことなのに、なるんですよ。ですからね、切り返しってのはシンプルなんですよ。このね、足りてない信用性と必要性、この二つをさらにもう一度グッと上げる作業が切り返しですよってことなんですよ。これがめちゃめちゃ大事なことでしてね、切り返しをね、信用性と必要性を上げないといけないにもかかわらず、もうなんかね、切り返しが正論ばっかり喋る営業さんがいらっしゃるんですよ。要するにね、切り返し、まあ、例えば相談したいっていうことに対してですね、相談したいじゃないんですよ。必要性と信用性が足らんだけにもかかわらず、真面目にそれに対して切り替えする営業さんが多いんですよ。なんか例えば、あ、じゃあ奥様に相談されたりだったら、私から説明した方が、やっぱね、1から10までしっかり伝わりますから、そういった意味で、じゃあ奥様とも一度私会わせていただきたいんです。いつやったらいけますかみたいな、こんな感じでね。馬鹿正直に、じゃあ奥様と会おうとするんですけどね。これ、分かってる人が多いと思います。この奥様、一生会えません。理由は簡単、残念な話なんですけど、ほんまは相談したいわけじゃないんですよ。必要性と信用性が足らない。でも、
なんかあなたがなんで考えるんですかって聞くから、まあ無理やりでも、いや相談せんとね、誰にですかって言われたから、まあ奥様ですかねって言ってるという、これだけです。ですから、ね、じゃあ奥様といつお会いできますかね、奥さんじゃあぜひ呼んでくださいって言われたところでね、言ったところでですよ。ああ、嫁さんね、ちょっと今仕事で忙しいからね、ちょっといつ行けるかわからんから、ちょっと僕からまた聞いて、また連絡しますんで、とかこんな感じで言われて終わるわけなんですよ。で、音信不通で終わるっていう、こんな感じですよね。これね、普通にお客さんで出ない、ね、それまでは連絡取れないけど、突然連絡取れなくなる。音信不通になる。これはお客さんが悪いわけじゃないんですよ。そうやって土星論だけ言って音信不通にさせる営業さんが責任あるよってことなんですよね。だからこういう切り返しが下手でね、土星論しか言わない営業さんはまあ嫌われてるはずですね。そもそもですけど、その営業さんも私悪いと思ってなくて、この営業マトリックスを知らないだけっていう、こんな印象ですね。なんでしょう、例えば他もみたいに対しても一緒ですよね。なんか最近もね、受講生からこういう質問がありましてね、その受講生がね、いや私もね、実はね、他も見たいって言われた時に、お客さんにその場でパソコン開いてですよ、他の他社のホームページも私がわざわざ開いてですね、金額がどうなってるとか、 A 社さんはどう、 B 社さんはどうっていうのをホームページを見ながらきっちりお客さんにその場で見せたわけなんですよと。うちが一番優れてる自信もありましたから、そういう他社とのしっかり比較もその場でさせていただいたんですと。それでも犬井先生、考えますって言われたんですよ。これってどうしたらいいですかって言われたんですよね。このやり方とトークはどこが悪かったんですかって質問されたっていう、こういうことなんですよ。それってなりましたね。もう全部悪い。もう正論をずっと言い続けてるだけなんですよね。で、最初に言いましたね。正論を言われれば言われるほど人は嫌いになっていくわけなんですよ。ですからね、切り返しっていうのは正論を言う場じゃなくて、この信用性と必要性、この二つをもう一度上げる作業、そういうトークになってないとダメですよ、とかなんですよね。これじゃあね、簡単ではないですけど、そういう信用性と必要性を上げるちゃんとトークってのがあるんですよね。どんな商品商材でもね、多少言葉をね、変えるだけで、しっかりそこに当てはめるだけで、この2つを上げれるトークがしっかり存在してるってことなんですよ。ですからそれをね、最終的にはしっかり学んでもらうんですけども、じゃあちょっと形を完成させるために次に行きますね。ということで、そのね、足らなかったこの信用性と必要性をまたグッと上げて、このゾーンにもう一度持っていきましょう。これが切り返しですよってことでした。という形でご理解いただきましたかね。シンプルなんですよ。この5ステップって本当に大事なんで、かなり今、理解しやすいように丁寧にお話したので、しっかりご理解いただいたはずです。で、じゃあこれをご理解いただいた上で、私の好きな言葉ちょっとご紹介させてもらいますね。私ですね、こう YouTube のバーとかを通して何度かお話しさせてもらってることなんですけど、今でこそね、企業さん向けにね、100人単位、200人単位、多い時で300人単位に対して、いろんな人に対してこう営業とはこうですよってね、セミナーとかさせていただいてもらってる立場ですけども、実はね、全く逆です。私自身がセミナーマニアなんですよ。日本中のそういうセールセミナーですよね。自己投資していっぱいセミナーに通ってきたんですよ、実は。個人で4000万ぐらい普通に使ってきてるんですよね。そんな中でね、ちょっと自慢になるんですけど、私でですね、実はですね、ジョージ・ラード先生のセミナーにも参加させてもらったことあるんですよ。日本公演があってね、まあラッキーです。私の抽選で当たってね、もう素晴らしいセミナーでした。ジョージ・ラード先生、もう一言で言うと営業の天才です。実際ギネスブックにも載ってる方ですね。この方実は車のディーラーさんなんですけど、営業で最も売った人としてギネスブックに載ってるんですよ。なんとですね、15年です。15年で1万3001台の車を売ったことで、世界で最も売る営業さんとしてギネスブックにも認定されてる、ほんま世界1位の営業マンなんですよね。まだ破られてないですし、多分ね、記録は破るためにあるとは言われてますけど、僕は破られない気がしてるんですけどね。そんな方が晩年はね、セミナーとかされたり、書籍とかも出されたりしててですね。で、その方の日本ジャパンプレミア的なやつの日本公演に私は行けたってことだったんですよ。本当にセミナー全てがすごかったんですけど、もうその中で忘れられない、もう私がもうすごい印象的だった言葉がこれなんですよ。日本語訳したものなんですけどね。それが、営業とは作業である。理由が、目的は決まっている。やることも決まっている。喋ることも決まっている。だから営業は作業であるっていう、こういう言葉があるんですよ。もうその通りなんです。私みたいなレベルがね、その調子だと先生の言葉を引用すること自体もおこがましいぐらいだと思ってるんですけど、もう本当その通りです。どういうことか、営業は作業であるっていうこの後の言葉ですよね。目的は決まっていると。目的です。これは簡単。契約をいただくことなんですよ。ここに誘導していくのが目的なわけですね。そして次の、やることは決まっている。やることも決まっている。これが何？誘導するために5ステップがやることだよということで決まってるんですよ。この5ステップをやっていきましょうということですよね。で、最後ですね。目的も決まっている。やることが決まっている。そして最後の、喋ることも決まっているです。これがこの5ステップを形にするトークスクリプトに当たるわけなんですよ。こんにちはからヒアリングしてプレゼンしてクロージングしてお金がない時間がないとか言われた時の切り返しまでの全てのトークスクリプトをしっかり準備しておくことなんですよ。これをしっかり準備しておくことなんですね。で、これが準備されたらもうわかりますね。
目的も決まっている。やることも決まっている。喋ることも決まっている。だから営業はそれをこなすだけの作業であるっていう、こういう言葉をおっしゃってるんですね。素晴らしいんですよね、本当にね。本当に今はね、こう、ジョージ・ラード先生の言葉で恐れ多く引用させてもらってますけど、もしこの言葉がね、日本で誰も使ってなかったらね、私が言ったことにしようと思ってますけどね。それはさておきですね、そういう点です。この営業マトリックス、ご理解いただいたはずです。そしてこの5ステップ、この流れもご理解いただいたはずです。じゃあ、あとは簡単です。これを形にするトークスクリプトだけは、あとは準備しときましょうね、ってことなんですよ。最初に言いましたけど、この心の扉を開くための具体的なトークがちゃんとあります。ね、問題を与えるんじゃなく引き出すトークっていうのがちゃんとあります。ね、切り返しもそうです。正論を言うんじゃなくて、信用性と必要性を上げる切り返しトークっていうのがちゃんと存在してるわけなんですよ。ちゃんとそういう心理学的に、脳科学的にも正しいトークがしっかり存在してるってことなんですね。で、冒頭の話になりますけど、なぜ私がいろんな商品、商材、ね、サービスバラバラけどなぜ売ってきたかっていうと、これが理由なんですよね。この営業マトリックスに、で、トークスクールの型もありますから、そこにね、じゃあその商品、商材のことを勉強したら、そこに当てはめて作っていくだけなんですよ、実は。ですから、どんな商品やものでも、次の日から売れますっていうのは、そういう理由だったんですよね。ですので、皆さん、売れるトークスクリプト、これをしっかり、あとは作りましょうねってことなんですよね。ですから皆さんね、しっかり確認しておいてください。まずはこの営業マトリックス、これがしっかり分かってたかどうかです。もしくは分かってたとしても、これをちゃんと形にできてるかどうかなんですよ。そもそも営業マトリックスは今聞いて分かったけど、トークの作り方が、あとはどうしたらいいか分かれへんっていう方ですよね。ちょうどよかったです。そのトークスクリプト、しっかり作れるんですよ。そのためにですね、まずは私のセミナーにね、ご参加ください。理由がね、私のセミナーってそういう人間力とか熱意とか愛とかそんなんは一切喋りません。まあなんかそういう人間力です、お客様愛ですとかね、そういうのを育てる言葉を恐れずに言いますけど、よくわからん営業セミナーもあるわけなんですよ。そういうものでは全くありません。先ほどから言ってる心理学と脳学をもとに、じゃあどういうトークが人の心理学、ね、必要性、信用性を上げるのかという、この一点だけを学んでもらう、そういうセミナー研修になってるんですね。ですから、どんな商品、商材の方が参加していただいても結局は売れる、この営業マトリックスに沿った5ステップに沿ったトークスクリプトがしっかり仕上がるようになってるんですよ。感動してくること間違いないですからね。ぜひ売れたいって方はね、すぐにご参加くださいね。で、今便利な世の中になりましたね。これウェブでやってる世の中ですからね。全国からでも気楽にご参加できますので、まずは私のセミナーにね、ご参加ください。その中で私みたいなね、講師が実はたくさんいるわけですよ、世の中にはね。で、うちの即決営業の中にもコンサルタント、ね、他の講師ってたくさんいます。そんな中で、じゃあここまで言うならこの乾ですよね。じゃああんたのセミナー受けてみようかって、私を選ばれた方です。まあ、楽しみにしててください。理由がね、間違いなくその期待です。軽く超える自信があるからなんですよね。ですから、ぜひ楽しみにお待ちくださいね。皆さんとお会いできるのですね、楽しみにお待ちしております。即決営業ということでした。まとめますとですね、営業というのは本当にシンプルなんですよ。この信用性と必要性を上げて、このね、高額商材を買うゾーンに誘導していくだけです。ね、その時に5ステップを使うだけなんですよ。で、この5ステップを使うための具体的なトークスリプトをしっかり準備しましょうね。必ずあなたも何だって売れる商品、ね、サービス、何だって売れる力が手に入りますよ。ということでした。そしてですね、このチャンネルでですね、営業さんの売り上げを上げるためにですね、日々、動画を配信しております。この動画見てね、なるほどなと思われた方ね、ぜひまた高評価、コメント、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。医者になるにはですね、医学を学ぶんですよ。でね、弁護士になりたいんだったら、法学を学ぶんですよ。そして、トップセールスになるには、営業を学ぶんじゃないんです。心理学や脳科学を学ぶことで、トップセールスになれるんですね。ぜひこれからも一緒に勉強を頑張っていきましょう。以上、株式会社即決営業忍者の乾でした。どうもありがとうございました。この下の概要欄から公式 LINE に登録してください。あなたの契約率が大幅に上がる3つのプレゼントが無料でもらえます。今すぐ下の概要欄から公式 LINE に登録して3つのプレゼントを手に入れてください。